地方自治法に基づいて行われる包括外部監査の報告書がきょう福田富和知事に提出されましたきょうは江原輝夫監査人が福田富和知事に報告書を提出しました今年度は県の特別会計と基金が対象で違反や不適切な事案とする指摘が9件改善提案などの意見が16件ありました江原監査人などは資金の運用について 1722億円の資産残高のうち1611億円が預金で債券などの有価証券で運用されているのは全体の6.4%に当たる111億円しかないと指摘資金運用上の機会を失っていて金利上有利となる一括運用のメリットを生かすべきだとしました。 また県の土地開発基金で取得した土地が本庁合同ビルの駐車場などに使われていて当初の目的だった県庁舎周辺整備と違う用途に使われているという指摘や奨学金返還の補助を行う栃木未来人材応援基金について今後、応募者が増えることを見据えて最低基準を設けるべきとの意見が出されました福田知事は内容を検討して必要な改善措置などを講じていくとコメントしています。